Hello, 大家好，我是李美。今日は久しぶりに料理の動画を撮ろうと思います。最近めっちゃ寒くなってきたので、今日は味噌鍋を作ります。先に鍋のスープを作ります。ごま油です。ニンニクと生姜もチューブです。ニンニクと生姜は先に油で炒めると香りがすごく良くなります。あと酒と醤油とみりんです。今回は味噌で味をつけるので醤油はちょっと少なめです。袋がぐちゃぐちゃ。いつも私は信州のお味噌を使ってるんですけど、結構地方によって味が味噌は違うので、なんか好きな味を使ったらいいかなって思うんだけど、私はこれが好きです。麹味噌です。でここでちょっとだけ水を足します。じゃん、鍋の中はこんな感じになってます。あとで野菜からたくさん水分が出るから、この時点ではこんな感じで OK です。野菜は白菜入れます。今日はなんか黄色白菜っていうのを買ってきてみて、これは甘みが強いみたいなので、なんか美味しそうだなと思って買ってみました。ニラと長ネギです。あとえのきも入れます。しらたき、しらたき大好き。豆腐も絶対入れます。鶏のもも肉、今日は鶏もも肉のひき肉も買ってきたので、つくねも作ります。味噌鍋はつくねがすごい美味しくって、つくねを入れると鶏の肉の出汁がすっごい出るので、つくね超おすすめです。では鶏のひき肉でつくねを作ります。こんな感じです。でさっきのネギを何かな、このくらいみじん切りにします。ここにごま油をちょっとだけ入れます。これだけだとちょっとだけ味が寂しいので、隠し味に醤油と味噌をちょっとだけ入れます。これをスプーンで混ぜます。これを丸めて鍋に一緒に入れます。じゃん、鍋の支度ができました。これに蓋をして煮て、全部の具材に火が通ったら完成です。